小学3年生進級祝いはこれだ。皆さんこんにちは、コハタイチャンネルのパパです。今日はコハちゃん、タイチくん、進級おめでとうございます。コハちゃんは小学3年生に、タイチくんは新1年生ですね。小学1年生になります。はい、はい。まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、小春と太一から言うおばさんとかからお祝いいただいたんですけど、パパとママからもチミたちに新旧祝い買ってあげようかな。はい、よかったな。はい、たまたまパパとママの気分が乗ってて、しゃあなし買ったるわ。やったー。どんなんがいいですか？服。小春さん服。うん、服やつ。大好き。え？服やつ。ドキン？ドキンってこと？服。いいのがあったら買ってあげよう。いいのがあったら？うん。めっちゃダサーやったらちょっと買いたくないわ。小春のやつだから、小春が選ばせて。ダサいのはちょっと。ダサくないから。なんでよ。まあ、人それぞれあるけどね、おしゃれは。小春はいいっていうやつさ、ママがとパパがダサいって言うし、ママとパパがいいってやつ、小春ダサいって。ほんまになぁ。まだ子供やから。大地くんは？ゲーム。ゲーム？どんだけゲーム持ってんねん。やりきられへんやん。え？ 15ゲーム持ってんの？インターネットなしのやつ。やってへんやん。9割マイクラやん。まあ、たいちくんのゲームも、まあなんか良さそうなんかあったら買ってあげようかな。なんで？パパとママも納得させてみて。そんなんいらんっていうのは買いません。聞いてるわ、聞いてるわ。プレゼンしてくれ。プレゼンって？紹介。これこんなにいいんですよって。はい、紹介してみて。はい。うん。はい。聞いてあげるから。はい。よかったら買ってあげるわ。はい。じゃあ早速行こう。はい。レッツゴー！これ。帽子ね。帽子かわいいかも。これは安くなってないか。これめっちゃ安くなってる。めっちゃ安くなって。安っ。安って高っ。まあいいよ。いや、これかわいいな、チャンピオン。チャンピオン。こっちの方がかわいい。こっちの方がかわいいな。そう、これとこれどう？踊ってるやん。うん。で、ここに派手さに見えます。明日な。派手派手レギュース。ああ。いや、これもかわいい。こっちは？これも可愛い。チャンピオン、チャンピオンや。もうチャンピオンや。いやでもちゃうね、これな、トップスはな、2点半額やから、2枚買ったらどうかなと思って。はいはい。これとこれも。これとこれとこう。面白いのないんかな。マリオとかさ、そういう系結構持ってるからさ、なんか、みんなで遊べるさ、やつとかさ、そういう系。あ、ドラクエもあんの。ゼルダとか、ドラクエ、これはオンライン？いやいや。タチ、悟空は悟空。タチ。いやいや。いやいや。なんでや？あれ？あれやったのにな。え？オンラインで買ったらめっちゃ安くなかった？500円ぐらいだった。これ高かった？めっちゃ高いや。500円か、なんか数百円くらい。というわけで帰ってきましたー。ダンサンチャン、ようやく決まった。はい、どっちから紹介してくれる？はい、じゃあ新1年生タイチくんの進級祝いはこれだ。ダイン。何それ？透明のおもちゃ。ありがとうございます。じゃあ続いて小学生です。はい、何何何？カービィ。カービィ新発売。全然知らんかったけど、ちょうど新発売やった、3月25日やったかな。ね、まだ1週間、うん、出たてほやほやで、前のカービィ持ってたからこれにしようかなっつって。いや面白そう。マリオドシテみたい。多分そうそう、多分面白そう。 3D シリーズ発出って書いてるし、なんかタイチがもういろんなゲームに目移りして、急に筋トレしだしたの。マリオメーカー2がいいとか言ったり、ヨッシーがいいって言ったり、なんやかんや言うて、もう分からへん。ほんまに欲しいか分からへんみたいな、ほんまに欲しいか分からんかったけど、
最終なんやかんやで星のカービィ様に落ち着きました。はい、やる、やろうやろう。これみんなでまたできるのかな。前4人でできるって。何人までプレイできるんですか。88人まで。2人やわ。マリオです。そうか、違う、88人までて。だいぶ混んでるやん、そのゲーム。88人。じゃあ大臣しばらくフォートナイトと、はい、マイクラ、マイクラ禁止な。はぁ、いいわ、バルちゃん。はい、なんて違う、はい、何言ってた。はいはいはい。じゃあバルちゃんの小学3年生進級祝いはこれだ。バルさんは言うてた通り服買いました。一つ目の服、帽子。おい。おい。あ、そのカチューシャで上から被れる。かわいい。ちょっと横向いて。ああ、いいいい。踊ってそう。踊る。うん。今回のテーマ、ダンス。くら。次って何個買った？3つ。これとこれです。はいはいはい。これは紫と黒と緑。もうそれちょっと着ちゃおうか。はい。はい、向こうで。はい。おお、あ、サイズ感いいかも。おお、ダンサー小春や。おお、様になってる。はい。はい、行きます。はい、どうぞ。何でもいいよ。ちょっとだけ忘れたとこある。うん。何ね、そんなニャンニャンしてたっけ。バーン。それがしたかっただけじゃん。なんか出てきた。次は白。白。白と。お、パパそっちの方が好き。着替えて着替えて。あ、それやっちゃう、それやっちゃう。もう一回、絶対パパこっち派。あ、そう。はい、チャ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 。ナナナ、テネネテ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 テ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 テ。あー、何やったっけ。ヒロイン、ロマンスのお父さん。ロマンスのお父さんって言ったよ今。願い叶えてくれる。ロマンスのお父さん。でいつもは通常は130なんだけど、うん、今回は両方150、はいはい、150? 150 40超えて。そう、ダボっとした方がいいって言ってて、うん、いや、いい、誰が言ってた。小春が。あ、小春が、うん、小春がダボっと着て、うん、下になんかレギンスとか履きたいって言うから。いやー、いや、だいぶ雰囲気変わるな、なんかオーバーサイズだけで。まあこれからもダンス頑張ってや。聞いてるか。ダンス好きなんやろ。うん、え、タチも嫌い。これからも頑張って。はい、はい、ということで今回は進級祝いを買いに行きました。はいはい、まあせっかくなんでいっぱい遊んでね。はい、でお姉ちゃんはいっぱいダンス頑張ってね。はい、応援してます。はい、最後に踊ろう、へんてこダンス。せーの。いいですか、気すいました。パパ、最後さ、ここで対応していく。いいよ。うん、どうぞどうぞ。二人、行くで。成功、成功、成功。どうぞどうぞどうぞ。というわけで、この動画だったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの。バイバイ、また見てね。コタちゃんでした。バイ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 。成功、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 成功。いや、もう逃がさへんで。